もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。自民党総裁選に立候補した小泉進次郎元環境相は16日夜のインターネット討論会で、首相特権で一つ政策を実現するとしたらと問われ、憲法改正の国民投票に一気に国民投票までやりたいと言及。仮定の質問とはいえ、国会での憲法審議を軽視する発言だとして野党などが反発する可能性が出てきたようです。また政治ジャーナリストの田崎史郎氏が16日昼帯に出演し、14日に都内で行われた自民党総裁選の公開討論会で各候補が自分を除く一人に質問したことに、ターゲットを絞って弱点をついて誰を蹴落とそうとしているのかがわかる、うまく答えられた人と答えられない人がいると解説していました。討論会で小泉氏には高市早苗経済安保省、加藤勝信元官房長官、上川陽子外相が質問。上川外相の来年カナダで開催される首脳会議での発信について、小泉氏は、カナダのトルドー首相は就任した年は43歳です。私は今43歳です。この43歳、総理就任というトップ同士が胸襟を開き、新たな未来志向の外交を切り開いていくと答えました。これを見ていた田崎氏は、カナダの総理と同じ年だからというのはちょっとね、もう少し答えようがあったんじゃないかと思いましたよ。どういうことを話し合いたいとかではなく、年が同じだからと言われてもないかねと不可解な回答に首をかしげていたようです。年齢が同じだから未来を切り開けるというのは確かにおかしな回答ですよね。この意味不明な回答に渋谷109ラボ所長の長田舞氏は、高校生みたいなこと言ってる、同い年だからどうにかなるってことじゃないなと思いましたと呆れる事態となっていたようです。また小泉氏は16日に討論会に臨み、能登半島地震など大規模災害への対応をめぐり議論しました。討論会では党学生部に所属する男性が、大学生の奨学金返済をめぐる問題について、40歳まで返済が続く中で結婚や子育てができるのか不安な声が上がっていると質問する場面があり、小泉氏は大学に行くのが全てではないなどと答え、ネットでは様々な声が上がっていたようです。小泉氏は、円安が進んで以前より海外留学のハードルが高い、そこに目を向けて、石破さんが言ったように、家庭の状況で海外で学びたい思いが叶わないことは回避しなければいけないと持論を述べました。そして、奨学金だけではなく、私は教育の在り方を変えたいと言ったのは大学に行くのが全てじゃないですと発言。これからの時代、求められているところはいっぱいある。今日も和倉温泉、加賀温泉、旅館やホテルの関係者と意見交換した。今、日本食の料理人さんの数が足りなくて困っています。旅館とかそういった手に職をつければ、大学を出てからの所得と遜色なく稼げるようなキャリアが今は作れるとし、教育の多様化、高専の強化、こういうことも抜本改革でやっていきたいと語りました。この討論会の模様は党の YouTube チャンネルで配信されていましたが、小泉氏の発言にはチャットで、世襲議員にはわからない、論点ずれてるの反応が、 SNS では、お前が言うなよ、格差社会を進めたいんだろうな、進学したい人は全員進学できるようにするのが政治家では、といった声が上がっていたようです。そんな小泉氏は6日の出馬表明会見では、真っ先に政治改革を掲げていました。その中で政策活動費の廃止を訴えていましたが、裏金事件の温床となった政治資金パーティーの問題には一言も触れることはありませんでした。というのも、2022年分の政治資金収支報告書によると、小泉氏の資金管理団体先進会の年間収入は9,091万1,466円、うちパーティー収入は8,616万円で、実に約 95% を占めているといいます。どうやら小泉氏は貴重な資金源を手放したくないようですね。またパーティーの開催頻度の高さも注目されています。20年には14回企画し、コロナ禍で3回が中止に、翌21年もコロナ禍は続きましたが、6
6、9月にオンライン形式での4回など計7回開いていました。コロナ禍が静まった22年はパーティーラッシュとなっています。収入3500万円強と大規模の整形文化パーティーを1回、収入1000万円前後と中規模の小泉進次郎セミナーを5回、収入120万円程度の新進会を7回と計12回開催し、まさにパリピとなっている小泉氏。22年までの3年間にパーティーで得た収入は総額1億8097万円というのも驚きですね。しかも19年9月から21年10月までの環境省在任中には、政治資金規正法で特定パーティーとされる収入1000万円以上の開催規模が2度もあるようです。2001年に閣議決定された大臣規範はパーティーについて、国民の疑惑を招きかねないような大規模なものの自粛を求めていますが、これを小泉氏は完全に無視して大規模パーティーを開催。そのため小泉氏がパーティーに触れないのは自身の金銭的基盤を守るためでしょう。小泉氏の些細な言動からも自分さえ良ければという考え方が垣間見えますね。そんな小泉氏ですが、父親である小泉純一郎元首相が自身の次男である小泉氏について放った一言がネットで話題となっているようです。12日に告示され、27日に開票される自民党総裁選に出馬している小泉氏、出馬を表明する際に開いた6日の会見では、総裁になったらできるだけ早期に衆議院を解散するとコメント。憲法改正をめぐっては国民投票を実施するほか、選択的夫婦別姓を認める法案を国会に提出する、ライドシェアの全面解禁などの方針を示していました。ところが父である小泉元首相は、息子が総裁になることに消極的であるようです。話題になっているのは、日本テレビが告示日である9月12日に小泉元首相を取材した際の様子。日本テレビの記者が、昨日進次郎さんが電話に出てくれないとおっしゃっていましたが、今日告示日を迎えましたが、その後何かご連絡などありましたでしょうかと尋ねたところ、小泉元首相は、いやいや話してないよとコメント。さらに記者が、小泉氏が総理になればできるだけ早く解散したいと話していることについて言及すると、小泉元首相は、そんなこと言ってるの知らないねと発言。そこで記者が、どう思われますかと尋ねたところ、小泉元首相はこう漏らしていました。今総理にならない方がいいのにね。この一言を残すと、小泉元首相はその場を去っていきました。この動画は YouTube チャンネル日テレニュースにアップされたほか、ネットでも拡散。閣僚経験が環境大臣のみであるため、他の分野での経験不足が指摘されることもある小泉氏。 X や YouTube のコメント欄には、率直な苦言に驚く声が相次いでいたようです。総理にならない方がいいのにねって本音だな。これ総理にならない方がいいのにねというのは、息子に能力や器がないことを知っていての純粋な親心なのかもな。この混乱の時代に進次郎じゃ総理大臣は無理だと父親が見抜いているのか。初めて小泉純一郎の意見に同意しますといった声が多く上がっていました。またこれは息子の能力を見て、あいつは総理の器じゃないと言ってるわけじゃなくて、今総理にならない方がいいのにね、つまり今の時期に総理になるのは損、やるなら別に良い時期があると言ってるだけ。今って言ってるから何かしら時期が悪いんだろう。総選挙のためだけの短命総理として息子が使い捨てされるのを分かってるんだろうねと、今回の出馬のタイミングについて言及しているものではないかとの指摘も上がっていたようです。父親から苦言を呈された小泉氏ですが、国民から疑惑の目を向けられても仕方のないような巨額な政治資金パーティーで荒稼ぎしている小泉氏、すでに国民も小泉氏の節穴を見抜いているのかもしれませんね。そんな小泉氏の今後の動向にも注目です。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。